こんにちは、速稼塾の久保でございます。私の住んでいる旭川岡町内会っていうところでですね、私はインターネットの発信を始めることにしました。もちろん今までのペーパー単位でのね、連絡も回覧板を中心にしておりますけども、例えばね、町内会の集会ってものを、Zoom のライブでやったりとか YouTube を通じてやったりとかね、あとなかなか難しい方には文章でやり取りとかしております。ですんでね、最近私のファックスとかも結構稼働してるんですよね。こういうふうに思うんですよ。普段電話でやり取りって一つあるじゃないですか。電話でやり取りね、私ね、電話のやり取りがまず無駄だなと思うのがかけた時なんですよ。かけた時にプルルッとコールがあるじゃないですか。そのコールが鳴って相手が出るまでの間って人生の非常に大切な時間を無駄にしてる、命を無駄にしてるとしか考えられないんで、まず電話をかけたくないんですよ、ね、で電話を受ける時もそうですけども、自分が今ね大切なことをしてるのに、でも電話って割り込んでくるんですよ。本当にね、電話を使う人ってのは私はもうセンスがないなと思ってますよね。で電話しか方法がない時はしょうがなかったんですよ。でも今はファックスがあったりとかメールがあったりとかね、あと近所だったらポスティングもできるわけですよ。要件をポスティングとかね、まあ、そういうふうにして自分の時間もそうですけども、相手の時間を大事にするってこともしっかりとやっていかないと、これはねもうどうしようもないのかなと思いますよね。まあそれでですね、まあ町内会の連絡を、まあ今まで通りの紙ベースとか、それから集会ベースでもやってるんですけども、集会に人が来なくてもいいような工夫も入れていってるんですよね。でダブルでやってますんで、今はちょっと私も忙しいというかね、作業が増えるわけなんですけども、ただ未来への投資だと思っております。であとね、不思議なことにね、町内会のYouTube 放送してるじゃないですか。こっからもね、速稼塾の入塾者って出てくるんですよ。もちろん町内会の人もそうですけども、町内会じゃない人が見て、でいろんな気づきがあったと。町内会っていうことなんで何のことかと思って見てみたら、内容がねものすごく分かりやすくって、自分の町でもそれ取り入れたらいいのにみたいな感じで、まあ、速稼塾ってものの情報発信を教わりに来ましたみたいな感じだったんですよね。昨日もね、塾生さん2人増えました。なんかね、こう考えてみると、この動画を見てる皆さん、発信することが何であれ必ず誰かの心に届くんですよ。ぜひね、やってみていただきたいと思います。それからね、町内会の発信をして気づくのは、70代以上の方でも LINE をしてみたりとかね、この Facebook してみたりとかいるんですよ。だからそういうものに対して私は、70代過ぎる、60代過ぎるとインターネットなんてやらないもんだとかね、新しいことの取り組みをしない人ばかりなんだっていうような先入観を捨てないといけないなと思いましたね。いや、いるんですよ。逆にですね、70後半ね、後期高齢者になってお孫さんとか家族と LINE でやり取りをしてるのが当たり前の人にとっては、私みたいな町内会の運営が本当に助かるそうなんですよ、ね、ということでね、自分にまだ全然ね気づけてないものがあるんだなっていうことを気づかせてもらったのが、私のね、この2020年度町内会を会長としてやっていてね、非常にありがたい財産になりました。で、多くの方が多分めんどくさいと思うんですよ。町内会活動するとかね、地域活動するのって、ボランティアなんて自分にメリットないやんって思うじゃないですか。違うんですよ。自分にメリットがあるかないかっていうのは自分で見つけ出すもの、自分で作り出すものなんですよ。それが私はビジネスだと思いますよね。最初から型が用意されていて、何かにこの A、B、C ってやったら D が現れますよっていう公式のようなものがなければやらないっていうのは、これビジネスではなくて作業なんですよね。私はビジネスをやってるわけですから、前例がないものばかりをやっていくっていうところに、まあ醍醐味があるわけなんですよね。誰もが気づいてない、気づけてないルートを自分で開拓していくっていうものに、やっぱりこう一騎当選のビジネスが磨かれていくんじゃないかなと思いますんでね。やっぱそうなるとね、みんながやってることをやると過度競争なんで、もうとにかくニッチニッチニッチでいかないといけないんですよ。もうこんなね、重箱の隅をつつくようなものとかね、全然人が見向きもしないものに自分で見向いてみると、出向いてみるってことがすごく大事なんだと思います。まあ、ですので、前例があるものをやっぱりね、学んでいく、真似ていくってものは基本なんですよ。でも前例のないものをやっていくっていうことも一方では考えていっていいんじゃないかなと思います。まあとにかくね、まあ YouTube で情報発信していきましょうと。これは今多くの方がされていることです。で、その中で誰もがやってないジャンルをやっていきましょうっていうのが、自分にしかできないニッチなことっていうことではないですかね。そういうふうにやっていけばいいんじゃないですかね。ちなみにナイトライダーっていう漫画がね、私の手元にあります。いや、ニッチですね、これね。ニッチすぎる。では失礼します。